ゴルフ場でサインを求められる渋野日向子さんです。どうぞ。あ、下向いてた。え、ちょっと、ちょっとだけ下向いたらもうすごい似てる。確かに似てますけど。似てるやん。よく言われますか。そうですね、ゴルフ場でよく言われます。言われるっていうことで、はい、もうここ最近ですよね。本当にほんまやね。あの全英優勝した時に、うん、その日にもう20人ぐらいから連絡が来て、似てる確かにね。ご自身も笑顔が爽やかでニコニコしてて、なんかいいと思います。ゴルフやってるんですか。ゴルフ自分もやってます。あ、はい、それはもうプロ目指してみたいなことで。あ、いや普通趣味で。趣味でやってるんですけど、はい、ゴルフ場なんかおったら余計、おじさん、特におじさんとかすごいでしょ。でも写真そうですね、なんかおじさんに一緒にツーショット撮ってとかすごい言われます。それほんまに本人は思われてるんでしょ。でもそうです、あのキャディーさんにも言われます。似てるって言われますか。いや、これはいいことだらけよね。はい、そうですね。さあ、それでは、はい、審査員の判定に参りましょう、はい、暫定チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを押してください。さあ、それではスイッチをどうぞ。どっちや、これかわいいね。渋は、あ